はい。夏希は樹海に行きました。でも自殺することはできなかった。そういった覚悟がなかったんでしょうね。というか夏希はそんなことができるような人間じゃないんですよ。ですから夏希はそのまま村に戻りました。その後どうなったか分かりません。そこにいたわけではないので。夏希さんは誰にも見つかることなく村に数年身を隠していたということですか？分かりません。その例は私に危害を与えると思われますか？はい、そう思います。でもそれが功を成すとは限りませんけど、かなり年を取ってるんです。